これ色移りしちゃうよなって思ってたんですけれども、じゃんということで、はい、ユニクロのライフウェアマガジンでございます。今回でね、6冊目なんですね。2022年スプリング&サマーということでございまして、まあいろいろね、載ってますね。本当読み応えがある一冊だなと思います。どうも、岡千代です。はい、ということで本日はユニクロのあるアイテムを購入してまいりました。で、今回購入するにあたり、2、3日ちょっと考えたんですよね。それでどうしても欲しかったら買おうと思って決めてきたアイテムでございます。で、考える、まあ一つの要因としてはですね、僕が乗っている車なんですけれども、こちらです。ザ・ビートル・エクスクルーシブ。ここにね、結構な問題がございまして、シートの色がですね、ベージュのレザーになってるんですよね。これ色移りしちゃうよなって思ってたんですけれども、まあここを、まあなんとか回避しよう。でもそれでも着たいなっていうあるアイテムがあったんですよね。それがですね、こちらでございます。いきます。せーの、じゃんということで、ヒッコリーストライプのワークシャツでございます。これね、多分ね、まあ着方によっては、擦れ方によっては、多分色移りしちゃいますよね、きっとね。まあ、そこはね、ちょっと工夫しながら着ていこうとは思っているんですけれども。で、こちらですね。まず、商品名から、ヒッコリワークシャツ長袖65番のブルーです。綿100で、サイズがこの度 L サイズ。価格なんですけれども、2990円が定価で、明日ですね、明日の3月31日まで期間限定価格1000円引きで、なんとこちら1990円で買えるということで、まあそこ結構大きかったですよね。それにしてもですね、僕がこう理想とするというかですね、イメージするヒッコリストライプのシャツそのものでございました。はい、全体的にこのような感じでございます。近くで見ないと多分ね、ストライプ感わからないと思うんですけれども、ほんとね、ザな感じのヒッコリストライプのシャツでございますね。で、この店頭で僕はもう買ったんですけれども、一つ一つね、やはり表情が違った。まあ、そこもですね、ちょっとこう、見比べてですね、はい。まあ、一番、スタンダードというか、これよりね、ちょっと色が薄いものもあったりだとかっていうのもあったんですけれども、まあそこは好みかなということで、まあ一番普通な感じのものを選んでまいりました。これ洗いかけてって育てがいがあるなっていうような一着になりそうな気がしますね。で、素材もですね、結構しっかりした素材でですね、長く着られるんじゃないかなと思ってます。当然飽きない限りなんですけれども、まあ多分これは、飽きなさそうな気がします、個人的に。で、作りなんですけれども、ほんとしっかりしてて、まず生地がですね、結構、ほんと熱いっていうか、ほんとしっかりしてるんですよね。この音で、こんな感じでございます。でも、熱いっちゃ熱いかな。全然普通のユニクロとか無印のオックスフォードシャツよりは熱い感じはありますね。だから今からだったら、このインナーはロンティーもしくは半袖 T シャツで十分かなとは思います。で、作りがほんとしっかりしてて、で、ステッチですよね。僕、このステッチがすごいなと思ったのが、まあ、ここを見ていただいたらわかると思うんですけれども、3本のステッチになりますね。で、肩のところもこちら、袖ですね。袖もずっと一周3本のステッチになってますね。で、袖、脇の下は2本のステッチだけれども、ここですね、ここのところが3本ステッチになっております。ここも本当妥協ないですね、ユニクロ。で、袖の作り、このような形でございます。ボタンホールもですね、すごくしっかりというか、ちゃんとしてますよね。で、ボタンの素材もなかなか良さげな素材感だと思います。で、ここところがね、あんま長くはないんですけれども、はい、こんな感じの作りですね。補強しっかりされております。色がほんといいんすよね。育てがい絶対ありますよね。
前身頃、ほんと至って普通シンプルな感じでございます。ポケットもこのようなデザインですね。ここが2本のねステッチなんですよ。すごくないですか。でここも細かいんですけれどもね、きちっと補強がされております。あと裏返してみると、いわゆるこの胸のポケットのここと、あとボタンの裏側、ここもですね補強がされてますね。いやほんとこれ長く着てなんぼの一着なんかなと思います。で後ろ身頃もほんと普通な感じなんですが、ここのところも3本ステッチになっておりますね。そして裾の方なんですが、このような形になっておりますね。ちょっとここら辺の落差は少し大きめな感じはあるんですが、まあまあ、着た感じ、全然許容範囲内かなと思いました。はい、ということでね、こちら実際ね、着てみたいと思います。はい、実際着てみました。身長が172、体重62、3キロで、L サイズの購入でございます。まあ、ややゆったりした作りかなというような印象でございます。めちゃめちゃ大きいオーバーサイズとかっていうわけではないんですが、ややゆったりの感じでございます。でここまで離れたらね、ひっこりストライプの感じがちょっと伝わりづらいんですけれども、まあ、全体的なね、イメージでございました。で、ほんとね、このね、ストライプのこのパターンというか幅、もうベスト抜群でございますね。で、肩のラインが、まあ、少しこうトレンドを意識したせいもあるんでしょうかね。気持ちこう落ち込んだデザインになっております。ほんとしっかりした作りなんですよね。生地感もベストです。で、アームホルダーも、まあ、やや太めという感じかなとは思います。全体的にいかがでございますでしょうか。着心地めちゃくちゃいいです。この張り感、最高ですね。まあ、洗いウォッシュをね、かけていって、まあ、自分なりにですね、育ててもいいんじゃないかなって思うぐらい、もう価格の面ではですね、もう本当申し分ないですね。これが、まあ、期間限定価格とはいえ、1990円で手に入るとは、ユニクロ本当最高ですね。まあ、一応、まあ、全体的に全部閉めた状態ですね。開けた状態で、まあ、今の時期からだったら、まあ、T シャツの上だったりとか、で、まあ、羽織ってもいいかなっていうような感じですね。こんな感じで前を開けて、羽織、まあ、軽いジャケットみたいな感じじゃないけれども、まあ、羽織スタイルでもいいんじゃないかなと思います。まあ、ボトムスはこういったカーゴパンツでもいいかなと思いますし、まあ、ワークパンツもいいですよね。まあ、これでだったらスニーカーはやっぱりニューバランス、あとコンバースの CT70 とかでもいいかなと思います。まあ、今、まあ、僕の好みとしては、そうですね、これで着るんだったらやっぱり一番上を締めた状態、だからこういった着こなしもね、懐かしいですよね。まあ、こういった感じでもありじゃないかなと思います。まあ、全体的にね、締めるスタイルが、今の自分の中の気分としては全締めのスタイル、このような感じがよろしいんじゃないかなと思います。まあ、お尻もね、ここの落差は結構あるんですけれども、そんなに気にならないかな。後ろどんな感じでございますか。お尻が少し隠れるぐらいの着丈になってますかね。でこのオリーブとストライプの相性抜群ですね。これ今気づいたんですけれども、この距離でも多分十分伝わったんじゃないかな。はい、そんな感じでございます。ということで、いかがでございましたでしょうか。本日はですね、ユニクロでの久しぶりの買い物になったんではないかなと思っているんですが、2、3日考えてどうしてもやっぱり欲しいなと思ったら買おうと思って購入してきました。ストライプのですね、ひっくりストライプのワークシャツでございます。素材もそうだし、サイズ感だったりだとか、まあ、こだわりのこの詰まった、まあ、縫製だったりだとか、まあ、そこら辺ね、全体的に考えてこれは買ってよかったんじゃないかなっていうふうに思えるアイテムでございました。いや、これやっぱり今後やっぱ厳選して少し時間を置いてどうしても欲しかったら買うパターン、これいいかもしれませんね。その方がなんか愛着とか、これ本当に買ってよかったなっていうふうに思えるかなっていうふうにですね、改めて思っております。ただこの、はい、私が常日頃車移動が多いんで、この相性ですよね。擦ったらね、でも絶対つきますよね。絶対つくかな？どうかな？
何回か着て何回かウォッシュかけてたら大丈夫、そのあたりクリアできるんでしょうか。ただね、一点そこだけが、はい、気になるんですが、もう物的にはもうパーフェクト完璧、これが、ね、期間限定価格3月31日までなんですけれども、1990円で買えるということはユニクロやっぱいいなっていうふうにですね、改めて思った一着になりました。はい、ということで本日は終わりにしたいと思います。本当ね、いい買い物ができましたということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。これいいよね、なんかこんな感じで、もう足元ニューバランス 990V5 のグレーとか履いて、いや全体的にこの雰囲気好きですね。いやこれやっぱユニクロこの価格で作れるって本当ユニクロすごいですよね。